自分自身がこうやってフレームをもう全部ゲットしてね、いろいろ説明できるようになればまた面白い動画が撮れるんじゃないかなっていう感じはしますね。はい、皆さんお久しぶりです。ウォーフレームのユーロですね。前に生放送した時にですね、さまざまなウォーフレームに役立つことを説明しているうちに、やっぱり自分もウォーフレームいろいろやっていきたいなと思って、また、ウォーフレーム動画撮るの再開しようかなと思っております。で、まあまあフレームがね全部揃ってないと、とりあえずは話にならないということで、いろいろ説明するのにね。で、またクエスト再開してやっていきたいと思います。ユーロチャンネル銀の果樹園以来ですけどもね。はい、感染期限は誰、これをやってメサのフレームを取りたいと思います。はい、このアラダ V、 アラド V か、こいつをまあ倒すミッションなんですが、はい、アラド V を見つけて彼を止めなければなりませんと。はい、それだけまさかのそれだけで、これでアラド V を探すっていうことか。アラド V を止めなければなりませんと。ああ、ここに書いてあるわ。そうだ。もうなんか忘れてた。実行中のクエスト、ここ見たらわかるんだ。忘れてたわ。はい。コーパスからアラド V の情報を入手せよ。じゃあ、これに行きましょう。あ、ちょっと待って。ソロにしよう。まあ、ソロにしなくてもマッチングしないんだけどね。はい。ついに、アラド V を、やっつけれると。で、この感染期限は誰っていうのは、冥王星のジャンクションをクリアすれば報酬としていただけるので、クエストは。だから冥王星まで頑張ってやってくださいね。はい。コーパスからアラド V の情報を入手せよ。アラド V でいいんだよな。あ、潜入か。はいはい。ちょうどよかった、イクイノックスで。はいはいはい。まあ安定のイクイノックスプラス、ね、あれで、レシオンくんで。もうレシオンくんがあればもう何でもできるわ。で、チグリスプライムね。チグリスプライム、あ。しまった。マジか。はい、まあ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 、慌てず騒がず。やっていこう。感染期限は誰？まあね、もうこういう、クエストとかはみんな、多分もうやったと思うんですけどね、みんなは。自分はまあ、ウォーフレームをやり始めて、今見たらログイン今日で140日しか経ってないんで、自分は。ウォーフレーム新人生ですけどね。はい。ウォーフレーム新人生ですが、あ、やばいやばいやばい。落ちたっていう。でもここで上がれるっていう。で、こっちに行って、こうかな。で、ここ正面ね。次行った時に、ここじゃなく、ここね。ここで、こうかな。はい。あ、違うか。ん？どこだ、どこだ、これ。あ、ここか。はいはい。じゃあ、ここで、やっちゃいましょうか。はい。OK。まあまあ、ここはね、簡単な部類ですよね。お、私は病に侵されたが、実はこれが人生の転機であることに気がついた。私が太陽系に対する貢献に感謝するはずだ。でね、全然関係ないですけど、このチグリシプライムね、自分一発撃ったら
2社出るのかなと思ったら違うんですよね。これ押しっぱなしで1社出て離すともう1社打てるっていう、はい、そういう仕様であるっていうことに、こう1社打って離すともう1社打つっていう、そういう武器やったんかいということに初めてこの間気づいてびっくりしとるわけなんですけど、はい押して1回離して1回押して1回離して1回みたいなね。だから今までこうクリック素早く押してたからまるで1射2発のように思ってたんですけど、違うんですねこれがね。まあそういうミニ情報を挟みながらで、チグリッシュプライムはやっぱ強いですね。あの一発の破壊力が半端ないんで、これにはフォーマ付けして強くした方がいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうかなんかもう藤田のあの動画見すぎてそればっかり言ってまうわ、バカの一つ覚えみたいに。はい、じゃあどんどん行きましょう。まあとりあえず感染起源は誰なんだっていうことですよ。で多分それがアラドブイってやつなんでしょう。はい、とりあえず潜入をこなせと。でね、潜入といえば今地球の潜入回して、あれが相原のねシステムが手に入ったんですよ。ついに相原はシステムだけだ、あ、シャーシか、シャーシだけだったんですけど、他のやつは潜入回して手に入ってたんですが、今回初めて相原のシャーシが中級隊ですね、中級隊の、潜入で手に入ってね、やっと相原が作れるということで今シャーシを作ってる最中なんですけどね。あ、これはどこだ、こっちかな、はいはい、こっちですね多分ね。でこれはこっちかな、あ、違うな、違う違う、とりあえずこっちに行くのかな、行き切って、でここで、まあまあどうやっても行けるんでしょうけど、あれこう帰っとるかな、どうやっても行けるんでしょうけどね、これね。あ、しまったまあまあまあ、サイファー使いましょう。ここはね、なんか、灰原星さんにっていう動画でなんか見たような光景だな、これ。まあ、真面目にやりましょう。はい。これは多分、潜入をちゃんとクリアしないといけないんじゃないかなという感じはするので、真面目に行きましょう。ね、で、灰原も手に入ったんで、で、ウォーフレームで何がいいかっていうと、各フレームに対して特技がある、このビルドでこのアビリティを駆使してやると簡単にクリアできますよ的なね、クリアできますよというか面白いことができますよ、バッタバッタと人が死んで敵が死んでいきますよっていうことが各フレームでできるんですよね。で最近知ったのは、まあまあ全部ウィキに載ってるんですけど、あれですね、トリニティだったかな、トリニティの4番を利用してこう自爆セカンダリーでジャンプしながら自爆を、すると、そのジャンプ中放射線ダメージが無効になるので、それを利用して敵を倒していくみたいなね、そういうなんか裏技みたいなのがあるんですよね。でそれを最近知って、こんなことができるんだみたいなねことを思ったわけですね。こっちでいいんだな、こっちでいいな、でこうで、でこうで、でこっちから行きので、こうか、はいはいはい、でここは素直に開けると、はい、でここで回収。でもこれアイリスだからあれか、はい、で帰る。私はアラドブイの進行の発生源を特定し見るので、これらの星3つの信号が必要です。3隻の船を襲撃し信号を入手してください。
早く体の上に感染体を使ってウォーフレームに命を吹き込ませるわけにはいきません。メサがなんか敵みたいになってるんだな、多分な。で、次は、妨害しますと。はい。で、次に妨害ミッションになるのかな。はい。こうやってね、普通の星のミッションをこなしていればね、アラド V へ、たどり着けるっていうのは嬉しいですよね。はい。じゃあ、ここで船を妨害しましょう。ウイルスで汚染されています。ああ、駆除系のやつか。これ嫌いなミッションだわ。5つ探してってやつだよな。はい、じゃあここでまず、はい、5つ探しましょう。あれ、これ5つ探すやつじゃないのかな。あ、違うっぽいな。あー、あるあるわ。で、これで1個。あと4つ。はい、あの、黄色のね、うにょうにょを、あと4つ倒して弱体化しないと、中心攻撃できないんですよね。それはエリス特有の感染体のミッションなんですが、それをやるようにっていう感じですね。これ苦手なんだよな。これは動画って撮ってたかな、この、ミッション。多分星開拓でしかやってないので、それは取ってないと思うんですけどね。これでここね。はい、2つ目。であと3つ。これがね、どこにあるのかっていうのを探すのがヘタッピーなんですよね。ヘタッピー、まあこの赤のね、円の範囲内にあるっていうことは分かっているので、まあその辺はね、親切設計なんですけど、ただそれがどこにあるのかっていうのが探しきる。あ、これはさっき言ったな、探しきれないところに歯がいさがある。上、あ、あれか、あれですね。はい、あと2つ。ここの機械になんかくっついてるそうですね、感染体が。どうも。そんな気がするので、上に登ったりする。あるかな？ないか。あと2つ。ね、この、こいつを倒すんですけど、最終的に。ただ、ないですね。あ、こっちもあるのか。こっちですね、多分ね。あ、あそこにありましたね。はい。で、あと1つ。あと1つですね。多分ここにあるんじゃないですかね。ありましたね。OK。で、これで弱体化したので、こいつを倒すことができると。もうこれはね、チグリスプライムで一発ですよ。あ、3発だった。はい。これを繰り返すと。こっちかな？ありましたね。あと1つ。ありました。今度はスムーズに見つけることができましたね。はい。で、これを、チグリスプライム持ってたらもう一発ですよ。ほんと早いです。極性はつけてません。カタリストはつけてますけど、極性はまだつけてないチグリスプライムでもう余裕で破壊できると。ないかな。ないな。あ、あった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 。よし。OK。はい、ありがとう。で、まだ時間がある。武器を捨てて私たちと一緒になろう。It's
worked its way into his mind. It's changing how he thinks. He isn't using the infestation as a weapon. He is the infestation. はいはい、サク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 いって。サクサク、あれ？あれ？こっちじゃないのかな？こっちじゃなかったね。こっちか。で、こうか。出口が分かりにくいのもこのエリスの特徴ですよね。まあソーティーとか行ってる人ならば時々ありますからね、エリス行くこともなのであれですけど、はい、ここで行きましたと。お、これ結構ストーリー的にミッションをクリアしていれば行けるタイプの簡単なやつじゃねえか、ひょっとして。はい、で行きましたと。で、次は、はい、サクシスでアラドブイの船を妨害。ここか。とにかく妨害していくと。This infestation must be contained. Destroy the hives to sterilize the area.とりあえず妨害。またこれか。またこれですね。ここもやることは変わりませんよと。あと2つ。あと2つ。あった。よし、あと一つ。ここまでは結構順調ですよ。あー、ここはないな。あった。よし。オーケー。ミューダッドウォールの手札はすぐ完成する。彼女は美しいだろう。彼女に会うためだってお前の心は変われるとわかると。はい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 、どんどん行こう、どんどん行こう。あ、なんかハマってるよ。ここはか、やばいよ。で、はいはいはい。で、また妨害するのかな？あ、そうですね。当たったわ、予想が。カラーザ。で、ここでまた妨害すると。ここもまた一緒かな？あ、一緒ですね。はい、やることが一緒ということなので、これは動画早送り候補だな、ここはな。はい、1、2、3。で、下かな？下じゃなかったか。よかった。でもそんな難しくないミッションで、またね、果樹園みたいになんか何かを採取しないといけないとかめっちゃ時間かかるやつだったら嫌だったから、よかったわ。こんな別に星を開拓する感覚でできるからな。そういう意味では本当良かった。
なんか感染期限と書いてあったから、なんかこうちょっと難しい。お、スキャンしてなかったか。 OK。 That's it. Take out the hive. で、こいつを倒すと、あ、違う、どこだ、こっちか。はいはい。利益なんかを必要としない。I no longer need profit. I have found a pure form of growth. なんか言ってますよ。なんか喋ってる。まあね、ウォーフレームもなんかサンクチュアリ光線はかなり賛否あるみたいですね。なんかウィキのコメント見てたら、なんかこのミッションはだるいたな、なんたら、いろいろ書いてありましたね。まあ確かにね。はい。まあ2ターンごとに、報酬が手に入って、8ターン行ったら、また最初に戻るのかな。なので、まあ回すとしたら、ゾーン8で帰るみたいな感じになるのかな。はい。ゾーン8で帰って、また、次、ゾーン8で周回してみたいな感じになるのかな。はい。それで、なんとかコーラ、新しい、実装されたフレームを手に入れると、まあ、設計図もそうだけど、まだね、自分手に入れてないんですけどね。はい。もういきなりなんかフレームに修正入ったりとかして、ね、波乱のあるって言ったらあれだけど、フレームになってるみたいですね、なんか。すぐに修正入ったんかいみたいな。You are approaching a hive. The hive is protected by a series of tumor nodes. Destroy those. はいはい。じゃあここでまたやるとね。こうやってもウォーフレームも結構何でもそうだけど、無料ゲーム長く続いてる無料ゲームっていうのは、やっぱフィードバックって大事なんですよね。そうやって遊んでもらってる人の声っていうのをすごく大事にしてて、もうウォーフレームなんかもうその最たるものというか、運営が神っていうことで有名ですしね。はい。まあ、パラディンズもね、今回正式ローンチされましたけど、パラディンズも、長く続いてる、結構人のいる FPS なんですけど、やっぱりちゃんと、反映してね、ロードアウトとかをこう変更する上でも、不評だったらまた元にのシステムに戻したりなんかして、やってますよね。うまく。まあそうやって、無料ゲームもいろいろいろんなところで、様々な声があるのをちゃんと受け入れて、それを反映させながらやっていくっていうのが一番いいっていう感じですよね。よし。OK。お、スティールファイバー。このね、スティールファイバーとバイタリティはまあ、ニコイチみたいなもんですね。最初初期の頃ね。まあ、ヘルスへの攻撃を減らしてくれるので、走行値なんでね。スティールファイバーとバイタリティはセットですね。よし。天のよくできました。私は今、アラド V の研究室の場所を特定したか。よし。感染体を生み出すのを止めることができますと。OK。じゃあ、いけるのかな?ついにアラド V との戦いか?お、なんかアラート来てるぞ。あ、ヘルムか。お、アラド V の研究船を破壊。ついに来たか。ついに来るか、アラード V。ここです。この上、アラード V の研究で全てのミュータントのルツボです。新しい感染体を生まれ出させないように、この船のリアクターを破壊してください。リアクターの破壊か。Your target is the system mainframe. Deliver the payload.
まあ妨害ミッションですね。じゃあね、次はね、はいはい、これ結構簡単じゃねえか今回。ちょっと構えて損したわ。ただ言われた通りミッションをこなしていれば自然にアンロックされる的な感じだな。妨害ミッション、オッケー。オッケー。そうそう、あ、まあまあまあいいか。でね、いろいろ自分自身がこうやってフレームをもう全部ゲットしてね、いろいろ説明できるようになればまた面白い動画が撮れるんじゃないかなっていう感じはしますね。それまで頑張らねえとな。お、早い、もうクリアしたよ。サクサク進んでるんだけど、このユーロチャンネル史上、ウォーフレーム動画史上最速でメサまでいけるんじゃねえか。設計図が添付されているらしい。ということは、受信ボックスで、あ、これか。感染経験は誰、ミッション完了。アラダブイの研究性を破壊し、新たな感染体を生み出すことを阻止することができましたと。今こそ彼を追い詰めることが、追い詰める時です。追跡装置を使って逃げ出した彼を見つけ出し、とどめを刺してくださいと。で、アイテムがインベントリーに追加されましたと。お、アラダブイ暗殺の設計図。あ、しまった。もう一回見よう。え？あ、そうか、いいのか。で、これでクエスト自体はクリア済みになったと。はい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 。で、クリア済みになりました。ファウンドリーを見たら設計図がある？あ、これか。お、ミュータリストナビ座標がないぞ。お、しかも、そうか、素材不足。ミュータリストアラドブイナビ座標はどうやって取るんだ？はい。はい。じゃあ、次回はね、そのミュータリストアラドブイナビ座標も含めてアラドブイを倒すところまでをやりたいと思いますので、はい。急遽、二つに動画分けることにしました。はい。ご期待ください。では、こんな感じでまたウォーフレームの実況を不定期で始めたいと思いますので、ぜひね、また見に来てください。ユーロでした。バイバイ。